エンテロコッカス族は、フィルミクテスモンに属する乳酸菌の大きな属であり、超球菌に含まれる。エンテロコッカス族は、グラム陽性の球菌であり、しばしば総球菌、または、短い連鎖の形状を示し、外見のみで、連鎖球菌と区別することは困難である。人の腸内では、イーフィーカリスとイーフィセウムの2種が腸内で、一般的に語り共生している。 感染を起こす、稀な種は、E. キャスリー・フレーバス、E. ギャラナラム及び E. ラフィノシスを含む、腸内細菌以外の種である。エンテロコッカス属は、通性研寄生物であり、すなわち、それらは、酸素存在環境下及び、無酸素環境下の両方において、細胞呼吸が可能である。エンテロコッカス属は、画法を形成することはできないが、極端な温度、 pH 及び、高食塩濃度の広範な環境条件に耐性がある。エンテロコッカス属は、一般的には、羊の血液観点倍値上で、ガンマ溶血を示す。ゲノム DNA 分析により別個の属分類が、適切であることが示されて1984年までに、いくつかのエンテロコッカス属の種が、ストレプトコッカス属の D グループとして分類された。 エンテロコッカス属によって引き起こされる重要な臨床的感染には、尿路感染症、菌血症、細菌性心内膜炎、大腸形質症の形質炎及び髄膜炎が含まれる。これらの細菌の抗生物質感受性株は、アンピシリン、ペニシリン及びバンコマイシンで処置することができる。尿路感染症は、バンコマイシン体性菌の場合でも、 ニトロフラントインで治療することができる。医学的観点からは、この属の重要な特徴は、内因性抗生物質耐性のレベルが高いことで、ある。いくつかのエンテロコッカス属の菌は、ベータラクタム系抗生物質並びに、多くのアミノグリコシドに対して、本質的に耐性である。ここ20年間、特に入院患者の院内感染、特に、米国において、 バンコマイシンに耐性のある超吸菌の毒性株が出現した。英国のような他の先進国はこの流行を免れ、2005年にシンガポールはバーの流行を止めることができた。バーはキヌプリスチン、ダルホプリスチンで約70%の率で治療することができる。チゲサイクリンはリファンピシンと同様にエンテロコッカス族に対する 活性を有することも示されている。長級筋髄膜炎は神経外科手術の稀な合併症である。常脈薬内または髄孔内のバンコマイシンによる治療が必要な場合があるが、その使用が予後にどのような影響を与えるかについては議論の余地がある。これらの深刻な感染の管理には神経部位の除去が不可欠である。 新たな疫学的証拠によれば、エンテロコッカス族は、慢性細菌性前立腺炎の主要な感染性因子であることが示されている。エンテロコッカス族は、前立腺にバイオフィルムを形成することができ、その根絶は困難である。許容される水域での汚染レベルは、非常に低い。例えば、ハワイ州と米国のほとんどの州では、その海水浴の制限は、 5週間の期間平均で海水1 0 0トルあたり35コロニー形成単位を超えた場合であり、その場合、米国当局は海に入るべきでないことを警告している。2004年にエンテロコッカス族は公共の海水浴場と淡水ビーチの水質の新しい米国連邦基準として大腸菌群の代わりの指標になった。これは 都市下水によく見られる多くの人病原体や大腸菌群よりも高い相関性を提供すると考えられている。ありがとうございます。